えー、弱者男性受け抜群の VTuber さん今後の活動で男性と絡んでいくことを突如宣言して炎上してしまう <laughs> そんな坊主にした俺じゃないんやから <laughs> お前らは最初のポジションがあるやろ <laughs> 知らない人やな誰これカッサンじゃない映してんの待てよこれなこいつか ボッチインキャーゲーマー彼氏いたことなしなど弱者男性受け抜群の一条じいかさん3ヶ月記念今日は飲むぞーストグラ男女混合 GTA サーバーに参加することを表明するコメント欄おおあれそんなん許せやん何よお前さかそこで彼氏できたらどうすんの僕はね彼氏がいない君を応援してたんだよなのに彼氏を作ろうとするそんなとこ行ったらダメだよあんな乱行サーバー行っちゃうねえ もう戻ってこれなくなっちゃうよお酒まで飲まされておかしくなるよコメント欄見せろよホロなんホロ入っていき,いきなり乱行って何考えてんのストリーマーと喋りたいからホロに来たの <laughs> <laughs> そらお前配信今から始めようなんて女そんなやつしかおらんよああ早く有名配信者つながりたいなってこいつらクズどもをどう踊らせて私のことを世に知らしめてああホロライブにせっかく入ったんだからいい男身につけよ そ,れまあ、そんなもんやけどさ <laughs> 配信おつぎり,りは自分の中の楽しかった社長の像と社長のやりたいこと目指すことが違うなって思いました3ヶ月楽しかった <laughs> ち,ゃちゃんとお気持ち表明おつぎり今で言ってくれてんのにどんな顔で言うて泣いてるやろこれ <laughs> 3ヶ月追っていたけど、3ヶ月かよ。<laughs> 3ヶ月追っていたけど、まあ、ちゃんと区切りを決められましたわ。飯でこすり始めてから、雲行きが怪しくなってきて、避けてきたけど、それが的中してたようで、まあ、これからも頑張ってください。陰ながら応援してます。<laughs> 3ヶ月黙ってたけど、秘書見習い君、秘書見習いちゃん呼びが長くて耳障り。<laughs> 何これ。 あれか、男性視聴者と女性視聴者のあだ名が秘書見習いで、秘書見習いちゃんとくんがいたんや。で、この子は社長なんや。そういう VTuber なんや。はぁ、なげえよ。 わかってなさそうなリリカさんに説明すると男と話したことがない女がいないのはそうです。でもね、配信で男と女の絡みを見たいか見たくないかは別なんです。あなたはユニコーンリスナーのことを心の底から馬鹿にしていますが、ホロライブがなんで大きくなったか考えてくださいそれはユニコーンリスナーという異常者のおかげです <laughs> ちゃんとわかっとる異常者のおかげでホロライブは大きくなったんですあと、ASMR したらまた角生えるはシンプルな侮辱です 何角生えるって <laughs> 異常者のおかげでホロライブ大きくなった <laughs> 名言やねえか <laughs> でも分かるよ俺もさあのえあの「どうしよっかな」って配信見ようやーって女の配信者見ててさ結構ハマってた時期あんねんけどさそいつがさ男と一緒に配信した時にさマジでもう見ないってなってさ <laughs> 見なくなったわ <laughs> だから俺はこいつらの気持ちすごく分かるねうん な、な、だからそういう分からんやろな今のこれえなんでって女なんてさ彼氏いて当たり前って生き物やでさそういう感覚が分からんやろなちなみに俺が見てたやつは男ができてからあのまあ3桁の人が見てたんですけど1桁まで落ちてた <laughs> だ,だからそういうもんやで女の愛心者はって3桁から1桁まで減らしてたでな蹴散らして弱者男性をそうなんねん そういう存在がいるってことをまず分かってねえんやろな。はあバカだねえってねまあもともとそういう層に向けてやるしから生き残れないってなるんやろうけどな女の子は。 ストサバさん表明は、でもね、そっから新しい視聴者つくから、それでもいいよーみたいなこと言ってるさ、あのチンポジルダラダラしたやつがさ、こういうピュアなユニコーンたちとは違って、別に、いいよ、別に人の男の方が興奮するんだーってやつに受け入れられるから、結果として伸びるんですけどね、この子は。知らんけど。はぁ。いや、わかんない。そのまま消えるかもしんないし。うんうん、そいつらの方がキモいよなって、もう俺もそいつらの方がキモいと思う。俺が正常で。 異常者のおかげでホロライブが大きくなったんで自覚しろ何で彼氏がいるとあかんのってだって人のチンポをサブった口で声聞かせられたら俺の耳が妊娠してしまうからやだやだよそんな言葉聞きたくないか耳に精子がかかるよなやだやだ